我が子愛しの我が子クリキュマイシュケーキはどうできるよ。あ、ここに書いてあったと思ったらいい。Oh, Merry my Christmas and Happy New Year. 今年は31と、31ともう一個ケーキ買ったけど、とりあえず31から食べます。逆じゃない？ほら。めっちゃ可愛くない？霜？霜が？なんだっけそれ？何が味的に入ってるんだっけ？え、全部味違ったよね。そう、紹介して。いや、何も紹介するもの書いてないの。じゃあ、サイトで。サイトで？クッキー入り抹茶、チョコレートスポンジ、バニラ。誰だ？どれだと思う？それだね。待って、全体と、なんか、要所要所でガッチリしてた。わー。あー。え、久しぶりじゃない ?31 のアイスケーキ。え、食べたことないかも。あ、ほんと？初めて、うん、初体験やった。31も食べたことないな。周りもクリスマスで。私もさ、ちっちゃい頃、ほんと、幼稚園とか小学生ぐらいの時に、友達の誕生日会で食べたぐらい。誕生日会って31なんだ。そうだから、え、こんなのあるのって思ったの。感じじゃない。感じ。ちょいしてた。大好きじゃん、それ。おー、いいじゃん。チーズ邪魔すぎんだじゃん。燻製チーズが邪魔すぎる。いいよ、マジや。いただきます。あ、いいんじゃない？いいんじゃない？硬さ的に。ちょっと下柔らかくなるね。メロン？あ、メロン、うまっ。あ、メロン、うまっ。31のアイスってなんでこんな美味しい？メロン割れ食べたくないかも。ほんと？うまっ。いいよね。じゃあさ、そのちっちゃいのでやるの難しくないかな？あ、うわ、ポピングショーだ。え、めっちゃかわいい。めっちゃかわいいね。え、横めっちゃかわいくない？食べたの？そらそのどうなの？めっちゃ可愛い。弁護士はすごい。全部横可愛い。さっきはいいね。さっきはいいよね。あの、やるかやるか。脱ぐ？うん。ジャモカもめっちゃ可愛くない？横。あ、こっちさっきでいいの？やめる？あ、お、いい感じに。お？これなんだ？チョコレートか。こっちがジャモカだよね。初めに食べた。普通のチョコレートだ。うん。うん。トップドチョコレート。美味しい。あんまり頼まないもんね。うん。いつも季節のフレーバーとかだもんね、頼むとしたら。ジャモカ美味しいよ。ジャモカちょっと苦め。どのフレーバー。うまー。うまっ。何時だ？ 3 時。今年は買えた。ね、去年買えなかったですね。確かに。ジャイアンツキポー！何がこっちじゃない？パパンして。あ、じゃあこっちだね。そっち準備してからだね。あ、そう。寿司って書いてない。そう、寿司って書いてある。何これ。映ってないのがここにね、なぜか。牛レバーが置いてある。ただ単に。え、それの後ろ何？それの後ろ何？スタジアム。なんで？なんでと言われても。え、これケーキだよ。なんで？めっちゃ可愛くない？アポロっていつも可愛いよね。え、なんか。私実はコーヒー瓶、それはちょっと苦手なんだよね。でも、やだ。色合い。あー。色合い、あー、ちょうどいいじゃん、色合い。やだ、色合い違う。何が違う。茶色になっちゃうじゃん。あ、バラバラにしたいのね。グラデーションじゃなくて、うん、そっか。
うん、グラデーションになんかならないもん。なるじゃん。ならない。ちょっと心聞いてる。そう思っちゃう。なんで捨てないのそれ。でも最初なんだろうね。バナナってつけれるのかな、今やっても。イエーイ。あー。イエーイ。これもいいの？そうですか。はい。はい。いい皮だよ。めっちゃ可愛くない？次。え、開いてる？バタービールのグラスをハリポタのスタジオで買った。ラブポーションじゃん。わーおー。だったよね。うん。次はラブポーションだった。うわー。はーい。クレームじゃん。え、なんて書いてあったの？ノリノリなんて書いてあった。一番大事じゃない、それ。チョコレートが固まっちゃった。母の目、あ、違う、母の日にあげる花はなーに。母の日にあげる。え、嘘。待って、いやいや、つけ棒待ってない。でも今別にさ、うん、カーネーションじゃなくていいらしいよ。そうなの？最初からカーネーションに送ってたよ。なんでカーネーションだったんだっけ。伝説の石みたい。傷つくやつです。前これ好き、初期じゃん。いやいや、つけ棒だけでいいの、私完結するから。パーティーなのに。毎回ちょっと硬すぎ、これ。ちょっと貸して。何？なんかぐで玉みたい。楽しみだよ、ちょっと。卵の黄身。ちょうどな。お祭りで売ってるやつ。もう欲しいしかないよね。最近のさ、チョコバナナめっちゃ有名すぎんじゃん。コーラの街とかついてんじゃん。うん。どういうこと、どういうこと。ジミツコ38。ローストチキンを作るよ。こっちで混ぜてからさ、ウニウニ。この中に入れとく、皿にいちいち入れなくても。うん、でいいと思う。え、天才か？うん。えらい？うん。本当に持ってる？チョコいい？チョコいい？チューして。うん。小さじ1ってもう大さじじゃない？そうなん、これ小さじ10。いいもん、てーってテーって。いるだよね、すぐ。ひっくり返さなくていいんですか。ちょっと後でね。絶対小さじ8じゃないと思う。醤油小さじ8でいいの。少ないね。はちみつ。違うか、これ全体じゃなくていいんですか。混ぜるから大丈夫。混ぜるんですか。口だけ出す人。醤油小さじ8、酒がないくてみりんもないから、いいや。でもこの後多分絶対、うん、醤油が足らん、お酒ないから塩味が足らんだと思う。そうね。でちょっと塩入れて、塩コショウでもいいか。塩コショウでいいじゃん。あれだよ、大吾がさ、うん、砂糖と醤油は、うん、思ってる量の5倍入れろって言ってた、うん、なんで？美味しくなるかな。美味しくなるから。まあ、確かに。あ、いいね。いいね、オニオンいいね。切って。入れるならニンニクぐらいだと思うよ。
にくれる。ああ、これあるの忘れてた。ははプスプスしてもう一回ひっくり返してだからだね。10分つける、もうちょっとつけときたいな。20分ぐらいつけとくか。オーブンでさ、多分火通らないじゃん。こっちでやったら、こっちでやっても通らないから。本当？うん。なんか一回多分蒸さなきゃいけないと思うんだよね。うん。フライパンでやった方がよくない？一回アルミホイルで蒸してから、うん、オーブンかな。ちょっと。ちょっと動くな、オーブン。ノンアルだよ。ノンアルだ。私は飲めないからね。かわいい今年のクリスマスマーケット。メッカは。それマジでパンテクしてる。パンテクかな。おお。おっと、やばそう。うぃー。じゃあ、じゃあ。おぉ、なんかちょっといい色してるじゃん。いい音ですね。あ、ほんとない。確かに。そうだよ。あの、結構いい匂いするよ、これ。お。もう丸、お酒っぽい。あれっぽい。そうだよね。確認。炭酸が水。失礼しまーす。あー、いいな。わー、これ美味しいよ。美味しい。ポメラニアン。美味しい。トムミリオンだ。トムミリオン？おしめに書いてあるんじゃない？うん、ポミオンフラッシュ、フレッシュ。全然違う。ポミオンフラッシュ。これ美味しい。美味しい。いくらあった？ 950円。え、そんな下？私もちょっとした。1000円はしてた。1000円はしてた。1500円ぐらいだったかな。まあでも、ノンアルでもこんだけ美味しいの。ねえ、そう、どうなのよ。今日チキンです。チキン。シュタンが焼いてくれたやつ。美味しそう。めっちゃ綺麗にチキン。やば。いや。スパイシー。とてる。いただきまーす。お、ナイフって1個しかないんだっけ？え？なんか。味付けたのこれ？え？あんなに味付けたのに。結構入れたけどね。店のやつうまそうだな。シュタン作ったのも美味しそうじゃん。そのなんか、テリテリじゃないよ。油？油が全然違うのね。これは、そういう風に見せてるだけだから。まあ、売ってんの。でもこれ油つけてないんですよ。美味しいじゃん。テリッと、いいじゃん。いただきます。焼き？よそ。結構入れちゃうね。うん？何してんの？鶏の味。なんか。醤油足らなかった？香ばしい。ん？玉ねぎを食べたら。皮はめっちゃ結構するけど。え？
本当に染み込ませないとダメだったかな。結構あれだよね、周りについてるタレをつけて食べるもんね。うん、柔らかさが全然違う。柔らか難しいね。うん、あ、うまクリスマス用でどうやって作るんだろうな。最初蒸したから油が飛んじゃった、出ちゃったのかな。あ、蒸したのか。今ヘルシーにはなったと思う。今ヘルシーにはなった。ささみみたい。ささみみたいはどうなの。開けるこれ。うん、大きさだってさ結構でかかったよね。もう今年なんかすごいさ、安いのいっぱいあったよね。なんかあんまりそういうイメージじゃなかったんだけど。あ、キノコの味する。すっごくこれキノコ、うん、バターのせい、キノコみたいな味する。好きなの取ってこれくちゃーってなってた。あ、でもなんかお肉の甘みがすごい。なんか甘いよね。でもなんか肉厚、やっぱり、うん、生肉使ってるから、あのちゃんとヘルシーなお肉の味がなんかいいとこで、手に濃すぎないかもしれないね。いいとこでしょ。来年はちょっと漬け込んで作ってみようかな。まあね、一晩ぐらい漬けといた方がいいかもね、うん、昨日買ってたしね。あのちょっと市販のやつで塩分濃いかもしれない、うん。めちゃめちゃキノコの味するよ。キノコ入ってないけど、ね、トリュフの香りって書いてあったけどさ、トリュフの味、ね、トリュフの香りちゃう。トリュフの香り別の、しめじの味がする。赤ワイン、赤ワインとコクブタイプ、コクブタイプとてもしめじの味がする。そうだ、しめじだしめじの味しない？多分バターだよこれ。バターのせい。バターバター。珍しくないしめじの味がするのって。焦がしバターがすげーしめじの味になってる。バッタリお腹っぽいじゃない。取れてなかったかもしれない。え、何だ？動画。なぜだ。何でも来た。もう切っちゃった。クリスマスです。はい、ケーキです。まだよ。食べる？食べる。できまーし。ん？何味なんこれ？なんだろう。普通の、ん？なんかちょっと爽やか。フルーティー。うん。なんかミン…オレンジ？ミント感もありつつ、マンゴーや、あ、マンゴーだ。うん、マスコットとか、マスカットかな。これが一番なんか酸味ある。あれすぐ溶ける。うん、うん、え、うまっ、うん、うん、うまうまっ。でも嫌いまず食べたんじゃない。大好き、交互に食べる。適当じゃないな、お前。抹茶。ここでも勇者いないから、ここも勇者に乗っかって。戦士と勇者違うの？ゴリラも人。だって戦士はアイゼンじゃん。あ、そうか。龍は、北宮諸国中部の交易都市だ。